もこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら、新規バスオリジナルサウンドバスタッチを紹介します。それは京成バスね。まあ、新規バス、まあ、神戸や姫路のあたりを走っている新規バスの、まあ、オリジナルグッズということで、このニコパというね、あの新規バスで使えるこの IC カードみたいなこのタッチカードと、このプルバック式の、まあ、新規バスのバスの、おもちゃがセットになっていて、なんかこのバスをね、このバスにこのカードをタッチさせるとちょっといろんな音が鳴るっていうことで、ね、面白そうだったので買ってみました。じゃあまず開けてみようかね。よいしょ。こちらがニコパカードのおもちゃで、本来は普通のあのスイカみたいな感じのね、ポツケ IC カードでございます。分かった分かった、バス出してあげるね。おー、バスいいじゃない。見して見して。あ、すごいすごい。そうだ、プルバックでいいね。なんかすごいよね、細かいこの停留所のね、どこどこどこ経由とかのが書かれていたり、あとハイブリッド、ノンステップバスね、それぞれこう細かいところまでちゃんとね、再現されてます。どこ行きなの、これは。諸社山ロープウェイですね、姫路高校前経由諸社山。すごいね、諸社山っていう山がまたすごいですね。ね、あ、で後ろに今これ絶縁体がね、ついてるので抜いてみます。ぴょ、元から電池は入ってるのかな。で、チェック、もう抜いた抜いた、もう抜いたよ。で、チェック、ほら、このニコパでバスをタッチしてみるんだって。バスバスバスをピッてやって、ここにピッてやって、チェック、お、もうちょっとゆっくりやるんじゃない。ピッてやって、ピッ、ここここ、はい、持って、はい、せーの、ピッ。すごい。諸社山ロープウェイとか言ってたぜ今。ここかな。お、了解。ニコパのチャージは光ってる。早めにお願いいたします。ほら、前のライト光ってる。もうちょっと鳴らしてみる。テレビ業へお越しの方はこちらでお降りください。おー、あ、発車します、ご注意ください。あ、これ、うん、こてたすごいね。こてたピーさせて。うわー、終点だね、諸社山ロープウェイ。お、ほら、新しい英語だ。すごい、このバリエーションがいっぱいある。音声の10回に1回だけシークレット音が鳴りますだって、英語アナウンスバージョン。さっきのシークレットだったんだ。ピッピやる。お、上手。うわー、ここここ。お、上手。走らせるの。どうしても走らせるの。だってこたえ。そこ？そこだと落ちちゃうんじゃない？ここ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 にここやって、そう。ピー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 なの？ね、ライトついてるしね、前ね。しかどうしても走らせたいんだ。上手。スピードがいいね。上手。近い。行っちゃった行っちゃった行っちゃった。
答えになった見てきたバスグッズの中でもかなりね素敵な商品で、まあこのね IC カードモチーフのねおもちゃっていうのも可愛いですしね、フルバックでも走るし光るし音も出る、どうでもねいいおもちゃなので、ぜひぜひですね新規バス乗られる際や、まあ近くにね行かれた際にはチェックしてみてはいかがでしょうか。ちなみに私はね神戸三宮のこの新規バスのバスセンターで購入しました。はい、ということで以上新規バスオリジナルサウンドバスタッチでした。ありがとうございます。ちょっとタッチして、ここタッチピッ、あ、ね、ねえ光るね。